こちらは動画制作者です。小さなあり。お隣同士永遠のライバルが繰り広げる日本一低レベルな戦い、群馬と栃木のお隣劇場。この前友達と草津について話してたらさ、お、温泉の話ですかな。どうも話が噛み合わないなーって思ったら、向こうは滋賀県の草津の話をしてたんだよ。そんで君は群馬の草津の話をしてたんだ。そう、もちろん噛み合わず、ややこしいよね。群馬の草津町、滋賀の草津市、市町村まで言わないとわからないよね。群馬の方、名前変えてもらっていいですか。変えるか。でもこの2つの草津は1997年から友好都市提携を結んでるのよ。へー。滋賀の草津にも温泉があったけど、2016年に廃業になったんだってさ。あら、ダブル草津温泉、面白そうなのに。その他にも群馬と同じ名前の地域があったりするよ。お、どこどこ。昭和村は福島県にもあります。おお、福島の方はかなり人口が。高山村は長野県にもあります。隣の県に同じ地名って間違えそうだな。ちなみにこれも。へえ、南牧村もか。ブブー。長野県のは南牧村。あ、読み方違うのね。群馬は意外と同じ地名が多いのよ。こんだけ多いとあれだな。あれって何？群馬、地名を他からパクった説。おい、パクってないわ。この前栃木を車で走ってたらさ、あれ、いよいよ栃木好きになってきた。いや、侵略するためのスパイ活動。何しようとしてんの。その話はいいんだよ。よくないだろう。車で走ってたらやたら派手なお店があってびっくりしたんだけど。え、どんなお店。これ派手だよね。ああ、ラーメン屋のジパング軒ね。有名なの。店舗数は少ないけどインパクトあるからね。この3店舗ほとんど宇都宮周辺か。美味しいからもっとあってほしいんだけどね。どんなラーメンなの。はい、ドン。おー、がっつり系のやつか。いいね。つけ麺ドン。うまそう。看板には栃木最強の文字。あ、栃木の会社な。そう、他にも別のラーメン屋さんとかもやってます。ラーメン屋さん多め。今度栃木来た時に食べにおいでよ。あー、行く行く。明日またスパイ活動に行くから、その時に。いや、その活動なんなん。寒い寒い。もう毎日寒いと雪も心配だよな。群馬は毎年雪すごいよな。特に水上の方はすごいよ。どのくらい降ってるの。最近だと2020年に117センチ。 117? 小1の身長じゃ。観測史上最高ですぞ。やっぱり山は雪すげえな。市街地でもすげえ降った時あったでしょ。そうだっけ。2014年2月14日から15日にかけて降った大雪。ああ、あったかも。前橋市では観測史上最高73センチの積雪。 73? それまで前橋の過去最高は37センチだったのさ。ほぼ40センチオーバー。いろんな警報が出たもんな。そういえばさ、同じ北部でも群馬と栃木じゃ全然違うよね。結構差はあるね。なんで群馬は雪すごい。ざっくり説明すると、日本海側で雪雲が発生、季節風に乗って県境周辺の山にドーン、雪雲旗、雪ドバー。ここら辺の高い山がポイントなのか。雪雲はこの山を越えられずに下降気流に変身。これが空っ風ね。へえ、それで市街地は基本晴れるのか。とにかく北部だけじゃなく雪にはいつでも注意だ。あ、車まだノーマルタイヤだった。すぐに行ってこーい。湯葉って好き？豆乳からできるあの湯葉？あれって日光の名物なのさ。あー、なんか聞いたことがある。ところで湯葉の漢字わかる？これだっけ？ベベー、何その千と千尋みたいな。千と千尋はこうでしょ。いちいち付け足さなくていいわ。あ、思い出した、これだ。そう、一般的にはそれなんだけど。え、他にもあるの？日光の湯葉はこう、波なんだよ。へえ、そうなんだ。京都の湯葉、日光の湯葉、違いはあるの？湯葉膜の引き上げ方が違います。どういうこと？湯葉って豆乳を煮詰めた時にできる表面の膜じゃん。そうだね。その膜を端から1枚で引き上げるのが京都の湯葉、真ん中で二重にして引き上げるのが日光の湯葉。1枚そのままか、折って二重にしたかの違いか。1枚そのままは滑らかで繊細な食感、二重は厚みと弾力の食べ応え。そこまでの違いが出るとは初めて知ったわ。湯葉の豆乳だけに、これが本当の豆知識ってか。
さあ帰ろう。突然ですが、群馬と栃木の地元新聞といえば何ですか？そりゃ群馬じゃ上毛新聞でしょ。栃木は下野新聞。どっちがすごいですか？は？確かに下野新聞は全国紙を上回るシェアだけど、上毛新聞も全国紙より上ですけど。ということで、群馬、栃木の地元紙をいろいろ比べてみました。比べる必要ある？でもちょっと気になる。まずは創刊年数。おお、下野新聞の方が長い。でも言うほど差はないな。次に支局数。なんだって？おお、栃木の方が市町村数少ないのに。最後に発行部数。よっしゃー、下野新聞の勝ち。勝ちってなんだよ、これぐらいの差はすぐ変動するだろう。時間の関係で以上です。地元紙対決は栃木の勝ちですな。地元紙でしょ？そうですよ。群馬には桐生タイムスっていう桐生市周辺の超地元紙がある。あるから何よ。それも入れれば群馬の勝ち。いや入れんな。